はい、こんにちは。札幌占い美容師さやまかしの後藤です。今回はあれですね、毎回色がすぐなっちゃう、はい、この色に戻っちゃうということで、1週間2週間したら戻っちゃうんですね、はい、最初は暗いんですかね。最初は暗いです。最初は暗いけどなっちゃう。なっちゃいます。はい、ということで、ちょっと暗めのモデさん的に暗めのアッシュ、結構暗めのアッシュグレーの色が希望だったんで、はい、そんな感じの色に染めるのと、あとカットが今ちょっと毛先が揃ってなくて枝毛がちょっと多いんで、はい、結構この辺も枝毛がちょっとありますね。ちょっと顔前の方とかのラインが下もちょっと今揃ってないので、もうちょっとなんかこの辺ちょっとすいませんね、この辺もちょっとこう切ってあげた方が似合うのかなって、ちょっとこう動きが出ていいのかなって気がするので、顔前の方をちょっと少しあんまり長さ変えないようにしてやりたいと思います。今日は1時間ですね。その代わり1時間でやるんで、アフターカット最初に切っちゃうとちょっと時間難しくなるんで、カラーをさせていただいた後にそのままの流れで最後カラーカットします。で、合計タイム1時間という感じで今日はやっていきたいと思います。カラーが持たないということだったので、じゃあ持つメーカーってどこなのかってもう塗ってきますね。冷たいこと言ってください。で、とりあえずですね、説明しながらやっていきます。時間の関係もありますので、まず根元をちょっと開けた状態で全体に塗布して、一発で塗布していきます。で、皆さんいろんなカラーのメーカーがあると思うんですが、どこのメーカーが一番色落ちをしづらいと思うでしょうかね。なんか検証して僕も定かではないんですけど、あ、ここのメーカー色落ちづらいな、深いなとかって結構感じるメーカーがあって、今日はそこのメーカーのカラーを、一応使っております。ただ落ちづらいイコール髪の毛に傷まないっていうわけではないと思いますね。結構、残臭がすごいカラーとか粘り気が強いカラーっていうのは一概には言えませんが、馬力があるかもしれません。ただ落ちづらいサラッとしたカラーっていうのは、粘土だけで見ると、まあ、それだけではないんですけど、粘土があるカラーっていうのはちょっと落ちづらいかもしれません。で、粘土がないサラッとしたカラーとかは、落ちやすいかもしれない。ただダメージが少ない感じがします、残臭だったりとか。はい、まあ、そうなると皆さん大体なんとなく予測、美容師さんだったら予測がつくかなと思うんですけど、今日は粘土が硬いカラー剤を使って、より新、長持ちするようなカラーっていうのを、この中でやっていきたいなというふうに思っております。で、そのカラーというのは何かというと、今回使っているカラーは非常にシンプルで、トリートメントということで、ムササビトリートメントを配合しております。カラーをしながら、トリートメントっていう部分とダメージっていうのをこう防いでいこうかなと思ってムササビも入れております。配合はそれだけですね。はい、オキシは等倍です。まあ、時間放置の仕方とか、いろんな条件が重なると、まあ 1.5%、2.5% ぐらいのオキシの方がいい場合もあるんですけど、基本的にやっぱ6の方がダメージとか無視した場合いいです。根元1センチ開けて、塗ってます。で、根元の方はシャンプー台の方でなじませていこうかなと思っております。これでカラーを塗り終わりました。まだ綺麗には塗れてません。いいんです、これで。なので、あとはシャンプー台の方で綺麗に全体をですね、まんべんなくなじませていくので、感じでいいです。で、シャンプー台の方はちょっと動画撮ってたら1時間じゃ終わらなくなっちゃうんで、ちょっと皆さん想像にお任せします。また違う動画でもしそのシャンプー台の乳化の仕方がもし載せれそうであれば、載せたいと思い
ますので、とりあえずカラーこれで終わりなんで、今5分ですね、5分経ちました。でこれでシャンプー台に行って放置するような感じで、あと促進剤入れて、カラーの放置タイムを、かける2倍ぐらいのスピードにしたいと思います。はい、今シャンプー台の方でカラー剤を、のスピードちょっと上げるものをちょっとつけまして、それで、根元の方はシャンプー台の方で、乳化しながら塗ったような感じです。なんでカラー塗り終わった時点から、大体約普通の通常のカラーの2倍の速度ぐらいあるので、例えば10分放置したら20分ぐらいの値にあると思います。で今現在で、大体10分だから今20分値ぐらいにあるので、15分だから、まあ、30分置きたいという置きたいので、あと5分で15分で大体通常のカラーの30分置いたことになりますから、あと5分置いてシャンプーしていきたいと思います。はい、でまあカット前なんですけど、ヘナウォーターとヘナジェルを今つけるんですけど、新しく今日届きました。で新しいラインナップにちょっと変わってまして、使えば使うほどくせ毛が収まるっていうようなものになってます。はい、髪も綺麗になってきます。でヘナウォーターからまずつけていきます。でヘナウォーター買われた方は最初これちょっとですね、気圧の部分で20回ぐらいやらないとちょっと出ないんで、根気よくやってくれれば出るようになります。最初の1回目だけがちょっと出ないので、ちょっと成分の関係上から前はパサーってこう霧状に出てたんですけど、今ちょっと棒状に出ます。ちょっと成分の関係上です。で、ジェルをつけます。毛先中心にジェルをつけていきます。こちらも新しくなって今までのジェルと、違います。他にちょっと真似できない配合というか製造方法なので、製造工場と僕しかこのやり方が分かんないんで、多分類似品ってないと思うんですね。なので、まあ、もし興味がある方はハイヤマカシのベースのカートベースのカートが買えますので、よければそちらをご覧ください。では剥がします。ちょっと先乾かしちゃいますね。結構毛先がそぎかなんかで引っかかっちゃってる状態でちょっと気になるので、ちょっと切りたいと思います。